みたいなあ <laughs> げてく動画とかね見てたよ。あえーと、あすスバルさん、えっと、初訪問ありがとうございます。ありがとう。うん。1週間無理せず頑張ってください。おいすけさん、ありがとうございます。すけさんもね、もしよろしければね、本当に本当に無理せず、無理せずね、配信遊びに来てくださると嬉しいです。ありがとうね。本当にお優しいお言葉、ありがとう。おどさんこさん、こんばんは。おあさみんさんもこんばんは。としさんもこんばんは。来てくださってありがとうございます。 えーっとあ水族館さんカウントありがとうございますえー、っとマルクスさん、えー、っとカウントありがとうございますありがとうよいしょうん声のスペシャリストじゃんいや全然もうスペシャリストじゃないからもう見てるとにかくなんかもうねできればね あの他のボイトレとかもそういうのとかも通ってみたいんだけどちょっとねもう無理だからそれはちょっと無理だからあの無料のね今はもう無料でさ何でも調べたら出てくる時代じゃないですかだからもうできるだけ YouTube とかあとあのちょっとあのな,なんだろうあの克服ブログみたいな <laughs> 棒読み克服ブログみたいなあの記事を見てでそれでなんかあなるほどなっていう感じで勉強してます。 あとはもう本当に好きな声優さんとかあと本当に尊敬できる人のというかね憧れてる人のちょっと声とかも調べつつっていう感じかなえー、っとあみーすけさんみーすけさんえー、っとカウントありがとうございますあとあとはえー、っとデュランさんえー、っとカウントありがとうございますありがとうまだまだちょっと慣れないけど頑張っていきたい抑揚頑張りたい えーっとえー、っとあさみんさんもカウントありがとうございますありがとううんブログ読むのもすごいそうなんかね YouTube とか見てもあんまりなんかね ないない時もあるから、そういう時はもうブログ。を花山さん、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。あスレッチハマーさんもこんばんは、来てくださってありがとう。おマルクさん、うん、3度目のこんばんは。ありがとうね、ありがとう。もう、皆勤賞、ありがとうね。<laughs> マルクさん、皆勤賞、おめでとう。おめでとう、パチパチ。おめでとう、パチパチ。えっ、ー、と、竹澤さん、初報もありがとうございます。あ、スバルさん、ありがとうね、お誕生日、おめでとう、ありがとう。う ありがとうございます初見さんからもお祝いしていただいてどうかな明日もまだお祝いしてもらえるのかな自分。 いついつまでお祝い期間あるのかななんか嬉しいな。いつまでだろう本当に嬉しい。ありがとね。あ埼玉のおじいちゃんさん。今日も泉の笑顔で癒されます。ありがとね。自分も埼玉のおじいちゃんさんがいつも遊びに来てくださってね。すごく嬉しいしね。癒されてるよ。ありがとね。えー、と、あおっさんさんまたこんばんは。おっさんさんもこんばんは。こんばんは。みつけさんも那覇は,はんさんもこんばんは。あばるさん。フォローありがとうございます。ちょっとね、いろいろ下のコメントが流れ流れ出て。 ごめんねちょっと下の方まで辿っちゃったよ <laughs> よし皆さんこんばんは来てくださってありがとうございますあデュランさん虹の星ありがとうございますやったね虹の星ありがとうございますありがとう嬉しすぎるうん誕生日じゃなくてもおめでとう言いたいあなるほどねそう言ってくれて嬉しいよ毎日お願い <laughs> 毎日おめでとうお願いしますうん こうして経過を報告してくれると安心するし、気になってることが克服できるとまた嬉しい確かにね、報告した方がいいのかなちょっと報告していくね、今度から <laughs> ブログ読むときは音読ですかいや、目読かな、目読だねでも、あのできるだけ読んだ方がいいのかなっていう感じはするんだけどもうん、なんというか まあ、たまにたまに音読しながらねツイッターとかのつぶやきを読んだりするなんというかあのフリーなんだったっけ何だったっけ何だったっけえーとねあれ何だったっけ <laughs> えーとねフリー台本かそうフリー台本とかがさもうネットのやつ私全部もう見ちゃってるからさもう全然ネタがなくても新しい。 読みたいやつもう全部読んじゃってみたいなことが起きてる時にツイッターの誰かさんのつぶやきとかをね勝手に読んだりとかする <laughs> 勝手に読んでから読んでからって山口弁になっちゃったあの読んであのトレーニングしたりしてるあこれこういう気持ちで読んでるあの書いたのかなとか <laughs> こういう感じで書いたんだろうなと思ってさちょっと、うん、読解したりしてる。<laughs> <laughs> うん泉よくよゲットおめでとうまだだよまだまだ棒読みだよ棒読み棒読みあっ那覇さんカウントありがとうございますいやまだまだちょっと高低差が高低差がないから気をつけていきたいねあスバルさんありがとうございます星ありがとうありがとうございますえっ、ー、と増田さんもありがとうございますありがとうよいしょ いや、まだまだだね。高低差が、高低差がちょっと、まだまだだね。えーと、ヘドウィグさん、えーと、バラ、ありがとうございます。バラ、ありがとうございます。たくさんあ <laughs> メハメハ、ありがとう。カメハメハ、ありがとう。ありがとうございます。よいしょ。えーと、あ、ライチョウさん、こんばんは。そして、えーと、大輔さんも、こんばんは。あ、ナハハンさん、お疲れ様です。50カウント、お疲れ様本当にお疲れ。うん。 逆にこの泉市の泉早口を僕は習得したいなるほどねなるほどね何、うん、だろう何か知らないけど何か知らないけどまあ多分呼吸が早いんだと思うおそらく呼吸が早すぎて早くなっちゃうだからゆっくり吸ってゆっくり吐けばゆっくりなるのかなでもね今い今はちょっとあのイベント中だからあのなかなかちょっと遅口は無理かなだって。 星とかも、あのー、投げてくださってる方の名前を呼びたいし、あとカウントも呼びたいし、ギフトも呼びたいし、あ,あと,、えー、とコメントしてくださってる人の,あのトークとかもちょ,ちょっとなんか読んだりとかしないといけないから、ちょっと早口になります <laughs>。ちょっと早口お許しください。気持ち早口で。えっ、ー、と、りっちゃまさん、えっ、ー、と、ブラウニーさん、えっ、ー、と、安田隆さん、マープーさん、えっ、ー、と、星、ありがとうございます。ありがとう。よいしょ。 小動物かな小動物。こちらだけ深呼吸してます。そう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 。もう皆さんは深呼吸でお願いします。はあ、ふーって感じで。<laughs> おっ、ともかちゃん。家着いた。八戸橋見れる。お疲れ。お疲れ、ともかちゃん。ぜひね、ゆっくりしてってね。ゆっくりしてってね。お疲れ、お疲れ様よいしょ。 うんそんな感じかな。ということでちょっとあのー、テロップをテロップを先によいしょどうしようかなえー、っと最終枠そうもうねもう今日はこれで最後の枠となりますえー、っと23時30分からだからえー、っと24時30分までだ24時30分までで で、えー、っとねあで、明日のねタイム、タイムテーブルなんだけどまだちょっと朝と昼の分しかもう決まってなくてなので、とりあえず明日はね次の枠は8時からとなります。よし、こんな感じで次の枠が8時からになります。よいしょうん そう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 噂のブツがそうそう噂のねあのブツ用意してきました <laughs> 用意してきましたようんテロップの入れが、えー、テンポのいい音楽みたいに刻んでた本当こうやってポン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 って刻んでた刻んでた,刻んでたかもしれないそう朝の、えー、と8時そう8時から8時30分までの30分配信でやっていこうと思いますで、えー、と2枠目2枠目が 12時,から12時からお昼の12時から12時半の30分これまた30分配信でやっていこうと思いますうんあ次は8時ね昼も決まってるなら教えてほしいなそうお昼は一応12時から12時30分までのはね決まってるんだけどあとそのそれ以降のねちょっと配信がまだまだちょっとタイムテーブルをね考えてるからちょっと待っててほしいでも朝までにはちゃんと うんつぶやく予定だからぜひぜひ <laughs> ガチだねうん今回は今回はねガチですガチ今回というか毎回ガチなんだけどそうガチだよガチだようん一周だけど回収間に合ったのでお届けありがとうスレッチハマーさんありがとうねもう全然もう何周でも嬉しいよありがとうね本当にありがとうお疲れ様 疲れ様ありがとうね。夜しか来れなくてすまん。いいんだよ。てか夜来てくれるのっていうこと。うん嬉しい。ありがとう。夜来てくれることが嬉しいの。本当にありがとう。ありがとうね。うん夜待ってるよ。<laughs> 待ってるよって。イケボみたいになっちゃった <laughs>。待ってるよって。えー、っとうんうんうん。12時枠。泉氏僕のこと起こしてくれって。どうやって起こせばいいの <laughs> どうやって起こそうじゃあね、あのー、私の配信をあでも無理か。無理か。 無理だねちょっとなんか12時前に待機してもらって私がもう大声で叫ぼうかと思ってたんだけど無理だったうんあともかちゃんありがとうそう明日の枠はね8時から8時半とあとえっ、ー、と12時から12時半の配信でやろうと思ってます2枠じゃなくてあのー、ちゃんと朝までにはちゃんとタイムテーブル全部考えとくのでちょっと Twitter チェックしてくださるとあとはえっ、ー、とショールームの あの名前の名前の自己紹介のところにもあの書いとくのでそこがね一番早く私は書いてるのでぜひ皆さんねチェックしてくださると嬉しいですうん念、ね、じるしかそうだねもう念じるしかない念、ね、じるしかないねよいしょえっ、ー、とあデランさんだるまありがとうございますありがとうだるまありがとうねとてもとてもありがとうありがとうありがとうよいしょ うんえーとあ BPM188 さん星ありがとうございますありがとうあと那覇班さんも星ありがとうございますえーとえーとーあっユウキさんユウキさんユウキさんカウンターありがとうちょっと待ってねちょっと待ってね企画をねやりたいんだったちょっと企画をね考えたのでえっとあっタカワリンゴさん星ありがとうございますありがとうあと遠くの方からねあのオレンジの星 と緑の星を投げてくださってる優しいあなた <laughs> ぜひぜひねあのコメントとかしてくださったら嬉しいですお名前がねあの表示されない方とかもいらっしゃってねぜひぜひねお名前とか教えていただいてお話とかもできたら嬉しいなよいしょうん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 えー、っとうそ企画企画えー、っとねえー、っとん げんさん、えー、と、初本もありがとうございます。ありがとう。ぜひごゆっくりしててください。ごゆっくり。ということで、ちょっと企画をやっていこうかなと思います。こんな感じです。こんな感じ。うん。えー、っと、プロフィールの推奨コメントしました。されてない方はこちらもどうぞ。推奨コメント推奨コメント推奨コメントん アバケンも1日目で半分まで来たいいねありがとうありがとうすごいねあのペース的にはすごく安定してていいんじゃないかなってあの思ってる本当に皆さんありがとうございますありがとうえっとゲンさん初訪問ありがとうございますぜひごゆっくりしてってくださいえっ、ー、とあ山田子さん、えー、とカウント何かなこれですねじゃ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 ーん <laughs> これこれですついにねあの買いましたついに買った 大人のねるねるねるねついに買いましたあ、推薦コメントか推薦コメントかなるほどなるほどなるほどマルクさんありがとうございました見たよ見たよ本当にありがとうあの推,推奨コメントってなんだと思ってた本当にありがとうねマルクさんありがとういや本当に本当にね推薦コメント本当に嬉しくてね あのー、アップデートされてさすごい見やすくなったじゃんもう見やすくなったのも嬉しいしさもう本当にありがとう丸くさん温かいねコメントありがとうね本当に嬉しかったうんええー、Y2 ヶ月前に買って泉待ち,泉待ちしてました本当にいやこれね売りに出されるまですごい遅かったのちょっとだからね 今になった <laughs> 今になったよ。あっ、なははんさん、えっ、ー、と、ハート100個受け取って、ありがとう、ありがとうね。あと、J.Y. さんも、ハート100個、ありがとう、ありがとうございます。おっ、高尾りんごさん、ハートありがとうございます。ありがとう、どうもありがとう。ありがとうございます。ありがとうね、いっぱいありがとう。うん、そして、えっ、ー、と、埼玉のおじいちゃんさん。 うキキありがとう。うきき。ありがとうね。本当にありがとう。あと、高尾おりんごさん、ハートありがとうございます。ありがとういっぱいありがとう。あと、J.Y. さん、ハートいっぱいありがとうね。ありがとう。う本当にありがとうございます。ハート、ありがとう。うえっ、ー、と、あっ、なははさん、なははんさんもハートありがとうございます。ありがとう。ううん、すごいいっぱいくださってる。ありがとうね。ありがとう。うそして、えっ、ー、と、みえちゃん、みえちゃんも音符ありがとう。音符ありがとう。 <laughs> ありがとうね嬉しいあとあっ大地郎孫さん結婚して絶対結婚しようなっていう CM とかありそうじゃないねる,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 るねるねるね大人ねるねるねるねセクシー系でえっ、ー、とあ居心地さんバラありがとうございますわ嬉しいありがとうバラありがとうカメハメハカメハメハありがとうえっ、ー、とあデュランさん誰もありがとうございますありがとう うんそんな感じかなそんな感じかな皆さんありがとうございますよいしょえっ、ー、とあとはえっ、ー、とあ猫の奴隷さん星ありがとうございますあとえーと大助さんそしてブラウニーさんも星ありがとうございますあと遠くの方から緑の星を投げてくださってる方本当にありがとうございますありがとうありがとうございますうん大、えー、大人人のネルネルネルネは何がうんたうん多分だけどね これね、ワインのなんかアロマ成分が入ってるって書いてあるから、多分ワイン要素じゃないかな。ワインの味が自分さ、ワイン多分飲んだことないんだよね。だからちょっと <laughs> あんまりね、いい食レポできないかもしれないけど、ちょっとやってみたいと思う。えっ、ー、と、アラリンさん、こんばんは。来てくださってありがとうございます。ぜひごゆっくりしてってください。ありがとう。こんばんは。 こんばんばはちょっとね今日はこちらをやっていきたいと思います。あペンライトありがとう。あすごい。すごいこれ絶対さ絶対このねるねるねるねの色じゃないですか。ありがとう高尾りんごさん。ありがとうね。やったやった。あ埼玉のおじいちゃんさんありがとう。ねずみちゃんもありがとう。ねずみちゃんありがとうねかわいいねずみちゃん。よいしょ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 い。あそしてえっ、ー、とあライチョウさん星ありがとうございます。えっ、ー、と大介さんえっ、ー、と星ありがとうございます。 よしオッケーかなおあとみえちゃんもありがとうブラウニーさんもありがとうございます星ありがとねうんそうだねぶどう味がすごい印象に残ってるけどでもこれもぶどうなんだよねちょっと開けてみようかとりあえずとりあえずねちょっと開けてみたいと思うよしうんうんうん意外と時間経つの早いなうん早いよしやっていきましょうやっていきましょうかやっていきましょうい あ、これ24時30分よりもゼロで表示した方が分かりやすいなちょっと修正するねちょっと修正するよいしょうんよし OKOKOK、OK OK OK えーと、私もワイン苦手だけどブドウ好きだけどあなるほどあワイン苦手だけどブドウ好きだけどになってた <laughs> ワインあワインが苦手だけどブドウは好きなんだ同じ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 なんかワインまあでもあんま飲んだことないから何とも言えないけどなんかお酒が自分はあまり苦手だからさこれがどんな味がするのかこれなら自分でもワインが苦手な自分でもね飲めるかもしれないじゃん <laughs> もはや飲み物っていううん スパークリンングワインは初めてでも飲みやすいと思うよあスパークリングワインってのがあるの聞いたことないかもしれないあんまりワインとかに詳しくないけど皆さんはどうですかワインとかって飲みますかうん明日かから30分枠で何をするか難しいよねまあそうですね30分ってなるとさあのー、10分で私結構壇上読んじゃうから壇上とかあとちょっとあのー。 あとはちょっとギフトとかだったりとかの時間があるからさ10分は絶対もううその時間に使っちゃうんですよありがたいことにねたくさん、ね、あのギフトとか頂い,いたりとかねあのするからそれを読むのとかもあるしだからちょっと効率的に読まないと結構もう事故っちゃうかもしれない <laughs> 事故っちゃうかもしれないからそこだけちょっと慌てないように、ね、定期的に読んでたりとかしてなんとかなんとかね壇上をちょっと早く読めるようにとか。 早くというか気持ち気持ちちょっとね余裕を持って読めるようにとか、まあ、していきたいなと思ってる難しいねよしってな感じでちょっと作りますうんああねえー、とスパークリングワインは、えー、と炭酸のワインみたいなあそうなんだ炭酸だったら飲めるかもしれない美味しいのかな あ、ともかちゃん、ありがとう。ハート、ありがとう。ありがとうね、ハート。たくさん、ありがとう。ありがとう、ともかちゃん。ありがとうね。ありがとう、ありがとう、ハート。小刻み、ハート。ありがとう、ともかちゃん。ありがとう。うん。そして、あ、みえちゃん、ありがとう。流れ星、ありがとうね。ありがとう。流れ星もありがとう。よし、こんな感じかなこんな感じかなうん。こんな感じ。こんな感じかなよし。オッケー、オッケー。 ウェッシうん、えーと、カズヒロさんえーと、二度目の訪問ありがとうございますぜひごゆっくりしてってくださいちょっとたまには名乗った方がいいかなえーと、ボイスラボ東京七期生の梅本泉と申します現在イベント参加中でございます私が通っている養成所のボイスラボさん限定イベントとなっておりますでね、あのありがたいことにえーと、予選を突破いたしまして今日から、えー、決勝がスタートしましたスタートしました もちろん目標は1位です。皆さん応援よろしくお願いします。よろしければよろしければお願いいたします。うん。よし、ということで、ちょっと、よし、こんな感じでね、用意しましたよ。え、ジュースみたいで、ベロベロになるのでお気をつけ。あ、そうなんだ。ジュースっぽさはあるんだ。うーん。うん。いずみんはほぼお酒飲まないんだよね。そう。ほぼというか、全く飲まない。 全く飲まない、まあ、唯一ね飲んだのが本当にほろ酔いぐらいかなあんまりねお酒飲めないんだよね本当はさちょっとぐらいは飲めた方がいいのかなっていう感じあるじゃないですかちょっとなんか人付き合いみたいな感じで飲めた方がいいのかなとかも思うけどでも本当に苦手でね全然飲めないからさどうしたらいいのかなって。 うん、あマルゲリータさんこんばんは。来てくださってありがとうございます。ありがとう。ちょっとね、こんばんはを見逃しがちだから。ねッ OK かな。OK かな。あらアラリンさんこんばんは。読んだかな読んだ,読んだと思う。読んだと思う。よし。えー、っと、ということでちょっと作っていこうか。多分そんな変わった作り方とかはないと思うんだけど。

本当に本当にいや飲めた方がなんかいいのかなとかも思うけどちょっと待ってちょっと待って待ってちょっと待って三角コーナーどっかやっちゃったんだけど <laughs> いきなり三角コーナーさあった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 ちょっと待ってねで1杯のお水と粉を入れるのねよし OKOK、OK OK、ですちょっと待ってねちょっと待ってねどれどろどうあこれだ白ネルネルこれを入れるんだよねよし。 うん、あエンジさん、フォローありがとうございます。本当にありがとう。嬉しすぎる。ありがとうございます。やったね。これからもよろしくお願いします。うん。三角コーナー。<laughs> えこれ三角コーナーじゃないの <laughs> めちゃくちゃもう三角コーナーって無意識的に呼んじゃう。よし。これをちょっとね。一番のお粉ちゃう。あすごい。え本当にさ、白ぶどうな。なんて言ったらいいんだろう。あすごいぶどう。 あ、すごい本当にあする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 あ本当になんかさ匂いがする香りがえー、すごいちょっとワイン感あるかもちょっとワイン感あるかもしれないもしかしたら入れてこう入れてこうかちょっと待ってねちょっと待ってねうん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 これであ簡単だこれをまず入れます入れちゃいますよし で三角カップはどこだっけもうね三角コーナーって言っちゃうな <laughs> そうなんか若干ねツーンとくるあありがとうありがとうえー、っとあともかちゃんもかちゃんありがとうすごいあしかもハートもめちゃくちゃくれてるありがとうねもかちゃんもかちゃん結婚してうん絶対結婚しような三角 コーナー参加 <laughs> コーナーえっ、ー、と待ってありがとうともかちゃんありがとね本当にありがとう嬉しい結婚して絶対結婚しような <laughs> えっと増田さんありがとうございますネズミねずみちゃんもありがとうねどうもありがとう嬉しいねズみちゃんもありがとうありっちゃまさんあのありがとねウキキちゃんもありがとうウキキちゃんありがとう とてもとてもありがとうありがとうねあともかちゃんね本当ハートありがとうねハートいっぱい小刻みハートありがとう嬉しいハートありがとうねありがとうありがとううんすごいいっぱいくれてるね本当にいっぱいくれてるねありがとうともかちゃんもうずわーってスクロールしてもねずっとともかちゃんで、ね、びっくりしてる <laughs> ありがとうありがとうともかちゃんありがとう嬉しい <laughs> よしってな感じでてな感じでちょっと待ってちょっとずってよ、うん で,でで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 これだこれだこれをこれを入れますはいいやなんかね待って待ってよちょっと待ってスプーンスプーンで混ぜてきますスプーンで混ぜますこんな感じで混ぜ混ぜあすごいよいしょあそれっぽいそれっぽいなんというかファンタグレープ <laughs> ファンタグレープっぽい感じの匂いがするねうん めっちゃいい、めっちゃいいです。うーん、いい感じ。よし。こんな感じになりました。どうでしょうか。こんな感じです。いや、なんか、うん、今のところはそんなに特別感を感じていない。<laughs> ぶっちゃけ特別感はまだまだ感じていない感じ。えっ、ー、と、あテリオスさん、2度目の訪問ありがとう。本当にありがとう。 ありがとう、ありがとう、ありがとう。ちょっと待って、ちょっと待って、大丈夫か。ちょっとコメントを流れないなと思ったら、ずっとなんか固定されてた。あテてりよしさん、こんばんは。今日は名前を間違えていない。OK。<laughs> こんばんは。今ね、ねるねるねるね作ってました。こんな感じで。見えない見えないけど。あ垂れ垂れ垂れそう。垂れそう。こんな感じで作ってた。うん、混ぜ混ぜしてます。混ぜ混ぜ。 大人感はねちょっと、うん、あんまりあんまりまだ感じてないかなちょっと待ってねんで,ででででででどうしたらいいんだでうんうんうん色が変わ,変わったねで次は赤ぶどうだ白ぶどうと赤ぶどうだってことはってことあこれだこれかなこれを同じ感じでやっていくとなるほどあこれで完成めっちゃ早いめちゃくちゃ完成早い うんそうだねなんかマスカットっぽい感じの色白ぶどうとなんか赤ぶどうだっけえっ、ー、と赤ぶどうだ白ぶどうと赤ぶどうだからうんなんかでも今のところはね普通のねるねるちゃんかなっていう感じがちょっとしてるかもしれない えっと、あ、千年に一、あ、千年に一人の国宝級イケメンさん、え、二度目の訪問、ありがとうございます。ありがとう。皆さん、こんばんは。こんばんはです。ぜひぜひごゆっくりしててね。あ、沢村さん、あ、え、嘘え、待ってい。いつ、いつくださった <laughs> ありがとう。ありがとうね。ちょっと待ってね。ちょっと待って。おいしょいしょいしょ。 あ、サワムさん、GG ありがとう。あ、グーだったかもしれない。ありがとう。いつもこれ GG って言っちゃう。ありがとうね、サワムさん。GG ありがとう。あ、違う。グーグーだ。グーグーありがとうございます。ありがとう。本当にありがとう。あと、ダイチャルソンさん、ジップ見逃しちゃった悔しい。ありがとう。ダイチャルソンさん、ありがとうございます。ありがとう。GG、GG も嬉しかった。ありがとうね。あともう本当に、あのー、 えーと、虹だ虹見逃しちゃったよありがとね本当にありがとうありがとうもうなんか気をつけよう気をつけないとね気をつけようよいしょえーとみーさんえーと初訪問ありがとうございます是非ごゆっくりしててくださいあーもう本当にねギフトを見逃しちゃったりいろいろあるからなうんお疲れ様ですハブさんもお疲れ お疲れ。ちょうど練ってる時に投げた <laughs>。うん。いや大丈夫。あのもう本当にね、本当に本当に嬉しかった。ありがとね、ありがと、ダイジャルソンさん。いや、でもね。 あれだよもう次はね自分ねあのー、2つの2つの目でねあのこっちの目ではこれを見てこっちの目ではこれを見るから <laughs> 大丈夫大丈夫だ虹ね虹ねうんすごいね想像してるうん綺麗だったなってうんきっと綺麗だった綺麗だった本当にありがとうねありがとう本当に虹は綺麗だからねおえっ、ー、と高尾りんごさん星ありがとうそしてえっ、ー、とマルクさんも星ありがとうあいっちょまさんもありがとうございますありがとうちょっと待ってね粉入れるねよし こんな感じです。おこれは？あー、なるほど。そんなになんかうん。同じかな。うん、白ぶどうとなんかそんなに変わりはないかもしれない <laughs>。えーとツイストさん、えーと初訪問ありがとうございます。ぜひごゆっくりしてってね。そしてえーとしゅうさんも2度目の訪問ありがとうございます。ぜひぜひごゆっくり！泉ちゃんかわいい！好き！ありがとう。ありがとうね。ありがとう。 ありがとうでもなんかなんかこれデジャブデジャブ感あるぞなんか <laughs> なんかデジャブ感ありますよなんか前も言ってくださってた気がするそうだよねそうだよねきっとそうきっとそうありがとうね本当にいつもありがとうミシュあ翼はなんちゃらさんこんばんは来てくださってありがとうあ虹の星レインボーあマルクさんありがとうね本当にありがとう虹の星ありがとうありがとうございます本当にありがとう嬉しい 嬉しい嬉しい。あマープーさん、かわいい。ありがとうございます。ありがとね、本当にありがとう。かわいい、嬉しい。ありがとう。ちょっと待って、ちょっと待って、入れてこう。よし、こんな感じで、ドバーっと入れてきます。だね、ちょっと、味が楽しみだね。本当に味が楽しみ。あ粘土のお礼って、ありがとう、ありがとう。嬉しい。もうね、粘土、また作るからね、ぜひね、見てほしいな、また、マルくさん。<laughs> また見てね。 粘土作りってさ、ほんと楽しいよね楽しすぎるよね。マルクさんはさなんか人以外なんか作ったりするいや自分はねあのー、結構人人はあんまり作ってないよね人はあんまり作ってないからさ人を作るとどうなるのっていう感じがちょっとしてるかなだからちょっとねあの今度あのテクノロイドのキャラクターとかちょっと作ってみようかなって思ってるんだけど作り方のコツとかあるのかなうん ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。混ぜよう混ぜよう。ちょっとっとっと混ぜちゃおう。えー、こんな感じで混ぜ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 していきます。どどどうかな見えてるかなよし。えっ、ー、と、ゲンゴロウさん、えー、と初訪問ありがとうございます。そして、えっ、ー、と、トッパさん、えー、初訪問ありがとうございます。ありがとう。レインボー嬉しいよね。本当にありがとう。いや、レインボースターのね、威力って本当にすごいんですよ。なんていうか、ね、無料でいただけるものだけどさ。 無料でいただけるクオリティじゃないよっていうねもう感じですごい1個でも本当に力持ってるからうん嬉しい本当にありがとねえっ、ー、とあ佐々木俊介さんこんばんは来てくださってありがとうございます是非ごゆっくりしてってねよいしょよいしょよいしょあれ混ぜたけどねるねる同じかな あ山田子さんありがとうありがとうレインボースターありがとうございますありがとうねほんにありがとうもうレインボースターはお強いからね本当にありがとうねありがとうえっ、ー、と、えっ、ー、と、星を投げてくださってる方がいらっしゃったあ,ありがとうありがとうサワムさんサワムさんありがとうペンライトありがとうあこの色に合わせてくださったんだねありがとうございます本当にサワムさんありがとううれしすぎるありがとうねうん、いいねブドウカラーでいいね そうそうそうレインボースターねほんとすごいのほんとにすごいからさねえ、うん、うんうんうん泉ちゃん毎日可愛いから毎日好きって言っちゃう。 本当本当, <laughs> 本当じゃあ毎日好きってね言ってくださったら嬉しいもう好きってね言ってきてくださったらね本当に嬉しいよ確認しよう <laughs> 毎日言ってくださるか確認えっ、ー、とあっ戸棒さんえっ、ー、と2度目の訪問ありがとうございますありがとうぜひぜひごゆっくりしてってくださいありがとうございまますすボボイスラボ東京7期生の梅本泉と申しししよろしくお願いします <laughs> ちょっと待ってねこれで完成かなとりあえず完成したかな であとは、えー、っと待ってねー、あとは、うん、あトッピングかなあなるほど、なるほど、なるほど、これを入れたらいいんだ、これを入れてなかった。 <laughs> うん、声優グランプリの編集長さんがえっ、ー、と爆投げしたレインボースターを思い出すうーんめちゃくちゃ思い出すいやあの時ねすっごい楽しかったあの編集長さんがねすごい投げてくださったんですよ本当にねあれは記念すべきイベントだったというかね本当に嬉しかった嬉しかったまた何て言うか声優グランプリさんのさイベントとかあとねなんか私が頑張ってあの編集長さんにねあの時はありがとうございましたってね言えるようになりたいなって思ってる。 うん、ありましたねありましたね本当にあったねすごいね盛り上がるイベントでねまあ残念ながらあの特別賞とかはねいただけなかったんだけどでもそれでもね嬉しかったもう本当にお気持ちが嬉しかったよしちょっと入れていこう入れていきましょうよし入れてきますまずはこっちから黄色から入れますよいしょで混ぜますよし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 ちょっと色が混ざらないように色が混ざることだけは うん、お仕事で会っ,て俺胸熱っそうだねそうだね、うん、お仕事で会えたら嬉しいんだけどお会いできたら嬉しいんですけれどもどうかなちょっと相当相当ねもう声優グランプリさんって本当に本当になんというか、ね、声優さん大好きな方とかだったらねあのもう知らない方とか、ね、絶対いないっていうぐらい本当にすごい大人気雑誌ですから <laughs> 大人気雑誌ですからねなかなか。

っておいいた方がいいのかなあのちゃんとアピールアピールする場をもっと増やしたいから帰っておいた方がいいのかそう「ラブライブ!」の声優さんになるのがすごくね夢で夢でねだから声優グランプリさんとかもすごく出てみたいしい,いろいろもういろいろねもう本当に夢が夢がたくさんあるでもさ夢は大きく持っといた方があこれだったらまだまだなるにんになるんだったらまだちょっと演技力足りないなとかちょっと ね、全然なんかその目標が大きくなることでさ自分のスキルも目標とかなんて言ったらいいんだろうスキルとかもさなんかまだまだ足りないなっていう気持ちになるしいいんじゃないかなって思ってる <laughs> そうラ,ラブライブそうそうラブライブうんええー、嬉しい16期の頃と比べると開か抜けたって本当ですかやったやった嬉しいありがとう結構あのー、メイクとかも変えました結構変えた むしろねあの,あの時よりもね自分メイクとかすごくね薄くなってるむ,むしろもう顔立ちがさ本当に私濃いんですよね顔立ちとかもう顔の彫りがね深いから深いのでちょっとねメイクとかも薄くしたりとかあありがとうありがとうあジュリさんありがとうね本当にありがとうえ虹の星が大量に チェリさんありがとうね本んにありがとうチェリさん助かったよ本当にありがとうありがとうねチェリさんいつも本当にありがとうあそしてりっちゃんまさんありがとうねねずみちゃんありがとう嬉しいありがとうね,とうい,とうねいやもうなるべくそのね皆様のねもう負担にならないようにもう負担にならないようにというかむしろあの30分枠とかにして何ていうか皆さん一人一人の負担を減らしていけたらいいなって思ってる何ていうか ね、あのカウントとか星とかあの何、ー、ていうか枠をね増やすまあ増やして何て言ったらいいんだろうな、まあ、と,とにかくねとにかく枠を増やして大変一人一人大変になっちゃうのかなどうなんだろう一人協力みたいな感じで協力みたいな感じで、あのー、していけたらいいのかなって思ってるちょっとまあデメリットでもありメリットだと思ってる30分枠うんえっ、ー、とチャッキーさん初訪問ありがとうございますそしてえっ、ー、と 未来さんえ、初訪問ありがとうございますぜひごゆっくりしててねよいしょいやでも嬉しいね垢抜けたって言ってもらえてすごく嬉しい、まあ、なんというかね勘というか垢抜けるっていうのもねすごいやっぱりね時間がかかるんだよねだからさな,なんというか時間がかかるというかうん、人前に立つ仕事とかしてて良かったって思いましたなんか余計でもさ垢抜けたいっていう気持ちが すごい芽生えてくるからさ、うん、そうだねねそうだ、ねうん、だから本当にね一人一人の負担を減らしていけたら嬉しいなって思ってる、まあ、30分枠すごくすごくね大変なんだけどでも枠を減らすとその分皆さんのさあの、ね、あの課金とかだったりとか課金ギフトギフトだったりとかもすごく負担になっちゃうし。 だからむしろ30分にした方がっていうのがあるかもしれないわかんないちょっとそこら辺はねあの人それぞれあのこっちの方が大変だよっていうのはあるかもしれないんだけど、うん、うんうんうん決勝だからねやることはやった方がいいねそうですね後悔しない道を選びたいなと思ってるしまあなんというかなんというかねあのー、私は結構あのシ,ョショールームショールームは結構あの何、ー、というか ね、伸ばせるところは伸ばしていきたいと思ってるからだからショールームであの結果を残せるように頑張りたいんです。<laughs> こバッチさん2、えー、度目の訪問ありがとうございますありがとうありがとうねもうギフトも気軽に考えてよありがとうありがとう、まあ、だけど星とかあのカウントとかギフトとかもそれぞれ大変な部分がねすごくあると思うのでね、まあ、何が大変で何が大変じゃないっていう言い方はちょっとよくなかったかもしれない、まあ、全部大変全部大変だから、まあ、だからこそあの本当にちょっとタイムテーブルとかもさもう本当になるべく負担にならないように。 やっていきたいなって思ってます。えっ、ー、とあガーガーさんえっ、ー、と初訪問ありがとうございます。えっ、ー、とルイトさんも初訪問ありがとうございます。えっ、ー、とあ高尾リンゴさんハートありがとうありがとうね本当にありがとう。優子ありがとうございます。ありがとうありがとう。いや嬉しいね。ハートありがとうございます。ありがとうちょっと待ってねちょっと待って時間見ようか。えっ、ー、と三十分までまだ大丈夫だよかったー。 もうね時間が過ぎてたらほんと怖いから怖すぎる時間が過ぎるのが怖いうん本で本であスパークリングトッピングだこれこれでなんかシュワシュワなる多分これで炭酸要素が生まれるのかなってうんあねネルネルはねちょっとこんな感じにこんな感じになりましたちょっと見づらいかもしれないんだけどほらめちゃくちゃモコモコになってうんまあ そんなに変わりはないのかなとか思うけど。いや、これで変わるのかな多分、これがちょっといい味を出してくれることと思います <laughs>。あ、ありがとうおー嬉しいあ、あ、ペンライトありがとうえ、絶対この色じゃない <laughs> この色だよね。ありがとう、サワムさん。ありがとう、ありがとう。自分も振っちゃおう。<laughs> ありがとう、サワムさん。ありがとう。あ、地味に色が違う。え、なんか、上の方がなんかすごい黄色が光ってる感じがする。あ 絶対違うよね何色あるんだっけこれすごいうんえっ、ー、とポン吉さんえーと訪問ありがとうございますあ虹の星ありがとうあっ結城さんありがとういいんですか本当にありがとうね結城さん大量の虹の星本当に本当に助かりましたありがとうありがとうねあすごい投げてくださってるありがとうね結城さん本当にありがとう助かったよ本当にありがとう <laughs> <laughs> ありがとう。えー、っとそうですねそうですねなんというかあのポイント数とかもね見てくださってるのかなわかんないんですけどもできる限りのことはね自分もしていきたいと思うから、まあ、だからちょっとねもう,もう決勝は特に特にちょっと本当に本当に配信にもう集中っていう感じで頑張っていきたいと思いますあチュリスさんカウントありがとうございます。 ありがとう本当にね星とかカウントとかもね嬉しい何ていうかあの貢献ランキングを見てみるとねすごい数の方が星をね3周とかしてくださってるんですよもう3周リピーターさんがすごくねいらっしゃってね嬉しくて、まあ、何周でも全然本当にね私はもう嬉しいんですけれどもでも本当に本当に頑張っていただいてるのが目に見えてわかるから見てますいつも皆さんのことをありがとうございますいつも見てるよありがとうね <laughs> うんえー、っと あ、えー、と、ターさんターさんありがとう星ありがとうございますありがとうよし,よし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 よてな感じでてな感じでちょっと炭酸をうんうんうん <laughs> なんだろうこの香りはちょっとねこの香りはちょっと何の香りか分かんないうんなんだろうこれなんだろう <laughs> なんか怪しい人に見えるねこれ吸ってたらね えっと、あ、トトコさんかな来てくださってありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。えっ、ー、と、まあ、そんな感じかなそんな感じか。よいしょ。あ、居心地さん、ありがとうございます。だるまもありがとね。本当にありがとうございます。だるまちゃん、ありがとう。嬉しい居心地さん、ありがとうね。嬉しいよ、うしいよ。うんうんうん。歌い手さん、音楽活動している人を尊敬します。なるほど。ありがとう、ありがとう。 ありがとうね、今度歌ったりするね本当にありがとう居心地さんありがとう <laughs> うんそうそれが噂のブツかうん怪しさマックスうんうん本当にねあの香りも怪しさマックスどんな感じだろうちょっと入れてみますごめんねちょっと発酵しちゃってるねだいぶ発酵しちゃってるこんな感じであなるほどなるほどあ大量に入れすぎましたこんな感じかさーっと うん入れたけど入れたけど時間大丈夫かな大丈夫よしこんな感じになりました <laughs> こっちよいしょうんえっ、ー、とあ299さん星ありがとうございますありがとううんええー、やん ですかなんかちょっとねこっちだけねあのお粉をねちょっと入れすぎましたほら <laughs> こんな感じでやばいけどちょっといただきたいと思いますいただきます早速早速ね大人ねるねるを堪能したいと思ういただきますおえっ、ー、とももくまさん2度目の訪問ありがとうございますありがとうよいしょうん うん、アルコールアルコールかなアルコールなのかなおまわりさんこの人ですえ <laughs> え <laughs> いや大丈夫です怪しいものではございません怪しい物ではございません <laughs> 怪しい物ではないちょっといただきますいただくねーいただくねーちょっといただきますうんうんうんあーなるほどね なんかね、若干若干だけどなんかワインのような感じの苦味っていうかなんか普通のねるねるねるねとは違うなんかね独特な何て言ったらいいんだろうこうむわっむわっとくる本当にお酒感あるかもしれないこれほんとむわっとくる感じ何て言ったらいいんだろうお酒特有のムワ感ムわ <laughs> 伝わるかな伝わるかなうん ちょっと若干苦みというかアルコール感を再現されてる感じがするそうアルコール感若干むわっとくる感じがあるのむわ感分かるかなこのお酒の感じがうーんある えっと、あ、埼玉のおじいちゃんさん、だるまありがとうございます。だるまどうもありがとうございます。嬉しい。ありがとう。うん。えっ、ー、と、あ、JY さん、JY さん、欲しい。ありがとうございます。ありがとう。そうだね。ちょっと、渋みって言ったらいいんだろうか。本当にアルコールをお菓子でなんか表現するとこうなるんだろうなっていう感じの味がするかも。うん。 うん、なんかふってするとなんかむわって感じがするあきた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 き <laughs> た苦味苦味がきた <laughs> うんこんな感じかでも全然そんなにでもねでもわかんない味見とかねちょっと味比べとかになっちゃうとねちょっと自信ないかもちょっと自信ないかも若干そう感じてるだけかもしれないしうんうん美味しい味は味はねめちゃくちゃ美味しいんだけど 美味しいんだけどでもね、そんなに変わらないかもしれないです。もしかしたら。<laughs> そんなに違いないかもしれないです。うん、でもね、すごくね、あのねるねるねるねで美味しい。だから、もうほぼ普通のねるねるねるねかもしれない。うん。えっ、ー、と、どんちゃんさん、2、えー、度目の訪問ありがとうございます。えっ、ー、と、ランジさんも、えー、初訪問ありがとうございます。うん、そんなにそんなにね、違い分かんないかもしれない。もしかしたら。うん。で、こっち、こっちもいきます。こっちの。 この、えーと、これ、これもいきたいと思います。ちょっと待ってねー。いただきます。うん。うん。<laughs> うん。こっちはね、こっちは本当に普通の、普通のねるねるねるねかもしれない。<laughs> 特に。特に普通のねるみを感じました。うん。 だけど若干酸っぱさがあるなんか梅干し食べたあとみたいな酸っぱさがちょっとあるけどあるけどこっちはなんかそんなにわかんないかも苦味とかもそんなにないかもしれないうんこっちは普通普通のねるねに近い <laughs> 味違う何味に近いんだろうブドウ <laughs> ブドウですねブドウだね完全にちょっとあんまりわかんないかなあんまりわかんないかもうん うん、ちょいもはと普通うんそうだねそうだねこっちはなんか普通のの当にうに、ん、ぶどう味ぶどう味なのかうんぶどう味なのかなあ,ありがとうあ高尾りんごさんありがとうレインボースターありがとうございます嬉しいありがとうもう本んに高尾りんごさん嬉しいありがとうねすごい嬉しいよ安心してで、ね、も今日一日終われそう本当にありがとう あ、サワムさんもありがとね。本当にありがと。あ、えー、すごい。嬉しい。ありがとう、サワムさん。嬉しい。ありがとう。ありがとう、ネズミちゃん。もうこれでね、私ね、安心して眠れる。本当にありがとう、サワムさん。ありがとね。よいしょ。うん。えっ、ー、と、黄色もブドウなのか。そうだね。でも、もしかしたら色でさ、ちょっと、あのー、なんて言ったらいいんだろう。なんだろうな。レモンって思っちゃうかもしれない。うん。 うんそんなに変わらない <laughs> そんなに変わらないかもしれないこっちはうん酔いそうなわけないかうん酔わないと思う多分子供でも食べれる感じの味だから酔わないけどまあでもでもぶどうの方がね再現されてるんじゃないかなよいしょよいしょ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 いうん お、高輪りんごさん、かわいい、ありがとうございます。本当にありがとう。かわいいもありがとうね。嬉しい、嬉しすぎる、ありがとう。<laughs> よいしょ。えー、と、あと、あとは、あ、あ、山田子さん、えー、と、星ありがとうございます。えーと、とうもんさん、えー、そして、えー、と、プラーニーさん、お、なった。ちょっと待ってね。えーと、まきまゆゆさんかな。ありがとうございます。ちょっと待って、消えしようよし、そんな感じで。 うん、3周目急いで行ってきます。さわムさんありがとうありがとうそんな感じでね23分だけどどうしようかなうんどうしようえっ、ー、とどうしたらいいのかなちょっと待ってねーうんえっ、ー、とねずみさんそして鈴木、えー、さんえっ、ー、と タミオさん来てくださってありがとうございますありがとうなったって可愛いアラームしてるのあ、なったって可愛いアラームしてるなったって可愛いこれね普通のあの iPhone のやつ iPhone というか iPad ちゃんのねやつ使ってるもっと可愛いやつ設定した方がいいのかな結構普通のやつやってる あ、ありがとう。ありがとう。誰あ、きまゆゆさん。ありがとうございます。え、いいのこんなに。本当にありがとう。やばいね。嬉しい。本当に嬉しい。ありがとうございます。いやー、本当に嬉しいよ。きまゆゆさん。ありがとうね。貴重なレインボースター。本当にありがとう。お、増田さんもありがとうね。ねずみちゃん。ありがとう。まあ、なんというか、ここ最近はさ、あの、48グループさんとかも、すごい、あの、イベントとかもさ、増えてきてて。 て増えてきててね、もうすごい皆さん大変じゃないのかなってありがとう、本当にありがとうね貴重な虹の星とかもありがとうございましたうん嬉しいえっとあ、高尾おりんごさん、ありがとうねねるねるねるねの色してるね、ありがとうありがとうね、ペンライトも、ありがとうあ、なははさん、ありがとう抹茶カラーありがとう、抹茶ありがとうあ、そういえばね、今日抹茶食べたんだけどね、めっちゃ美味しかった抹茶の、モーのアイス、めっちゃおすすめ あ24本だそそろそろ読んじゃった方がいいのかな一旦読もうかなうん一旦読んじゃおうちょっとね壇上に時間かかっちゃったりするから読もうかなそろそろサ澤ムさんいらっしゃるかなちょっとさっきで、ね、3週行ってきます」って言ってきて行ってねあの行ってちょっとどっか行っちゃったかもしれないちょっとねいるかなえっ、ー、とあつるさんへと初訪問ありがとうございます黒猫ぽちさんも初訪問ありがとうございます といことでちょっとそろそろ急ぎ目になっちゃうとあれだから壇上を読んでいこうと思います読んでいくねえっ、ー、とミエちゃんえっ、ー、とケネスさんそしてバイク小僧さんもありがとうございますありがとうねほしいうんもうはね超おすすめもうほぼほぼねもうね毎日食べちゃいたいぐらいの生き物もう食べないように気をつけてはいるんだけどちょっと今日は我慢できず <laughs> まあそうだよねギフトとかもギリギリまでありがたいことに皆さん頂けるというかねもう なんていうか、ね、もうくださるんですよね壇上読んだ後とかでもねくださる方がいらっしゃって本当に心優しい方とかいらっしゃって壇上を読むタイミングとかもねどうしようか悩んでるおあとベルさんフォローありがとうございます嬉しいありがとうねありがとうもしよろしければ仲良くしてね <laughs> ちょっと待って壇上読もうかちょっと余裕を持って読んじゃいたいと思う本当にありがとうね最後まで星とかカウントとかしてくださってる方もいらっしゃって嬉しい えっと待ってね、26分そろそろ読むね。えっ、ー、と、13位 662BPM さんありがとうございました。そして12位は水族館さんありがとうございました。そして11位はブラウニーさんありがとうございました。そして10位は猫の奴隷さんありがとうございました。そして9位は299さんありがとうございました。そして8位は埼玉のおじいちゃんさんありがとうございました。そして7位は JY さんありがとうございました。そして、 で6位はダイチャルソンさんありがとうございましたそして5位はサワムさんありがとうございましたそして4位は高尾りんごさんありがとうございましたそして3位はチュリさんありがとうございました今日一日本当にありがとうねチュリさんありがとうすごくね来てくれて嬉しかった本当にありがとう一緒に楽しんでくれてありがとうねうん そして2位はともかちゃん。ありがとう。本当にお疲れ。待って、順位が変わった。ちょっと待って、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 ちょっとごめんね。急ぎで読んじゃうね。ちょっとごめんね。途中で変わっちゃったから。えっと、13位、ブラウニーさん、ありがとうございました。そして12位、299さん。そして11位は、埼玉のおじいちゃんさん。そして10位は、JY さん。そして9位は、ヘドウィグさん。そして7位は、アナハハンさん。そして7位は、ダイジェルソンさん。そして6位は、マキマユユさん。そして5位は、サバムさん。そして4位は、チュリさん。そして3位は、ともかちゃん。 ありがとうね。おととめちゃんありがとう。来てくれてありがとう。そして2位は高雄りんごさん、高尾りんごさんもいつも本当にありがとうございます。ありがとう。ありがとう。本当にいつもありがとう。温かい言葉もありがとう。そして1位はゆうきさん、ゆうきさんもありがとうございました。<laughs> ごめんね。ごめんね。本当に、ね、本当にごめんね。ともかちゃんも来てくれてありがとうね。お仕事とかもお疲れ様。そして、ゆうさんもゆうきさんもいつもありがとうね。遊びに来てくれて嬉しい。本当にありがとう。 ありがとね、もう私が、えー、何の話題にしようかなと思った時もねゆうきさんがね、あのー、いつもねあのコメント書いてくれて助かってる <laughs> ありがとねありがとう。う うん、そんな感じで。よし、ちょうどいい。<laughs> ちょうどいい。ごめん、気持ち、気持ち、ちょっと壇上が早くなってしまいましたが、本当に皆さんありがとうございました。683人の皆さん、そして星だったり、コメントだったり、カウントだったり、ギフトだったり、いろいろ応援してくださってありがとうございました。えっ、ー、と、1位で終われそうだね。本当にありがとうございました。え、すごくないえ、もう32万いってるんだけど、本当にありがとうございます。え、こんなことってあったっけ ?2 日で32万。 え、行ったことあったっけちょっと待って、ありがとうございます、本当にありがとうございますあ、サワムさんサワムさんき き来てくれたありがとうね。本当にありがとうあすごいギギリギリまで投げてくれてる本当にありがとう。ありがとうね。よかったよかった。間に合ってよかった。本当にありがとう、沢ワさん。ちょっとね、途中でね、星を投げてくださってて、待ちたいところではあるんだけどさ、待ちたいところではあるんだけど、時間制限とかあってね、29分になったらね、切らなきゃいけないんだよね。本当に最後まで、星とか投げてくれてありがとう。助かるよ。ありがとうね。沢ワさん。あありがとう、ターさん。ターさん、星、あ星じゃなかった。ハートありがとうね。ハートありがとう。 ありがとう。本当にさ、壇上を読み終わった後でもね、投げてくださってる方がいて嬉しい。あ、そうだ。お疲れ様でした。三十、うん、二十九分になったから、そろそろおしまいにします。ありがとうございました。星もありがとうね。ありがとう、ということで、また明日。